こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は、高血圧治療にアムロジピンが選ばれる理由について解説していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速、本題に入っていきます。まず、アムロジピンが選ばれる理由について見ていきます。1日1回飲むだけで、1日中、血圧を下げてくれる効果がある。1日の中の、 血圧の変動を少なくして、心血管病の発症リスクを減らしてくれる。一日中薬が効いてくれるので、効果のオン・オフが起こりにくいです。普通の錠剤に加え、水がなくても唾液と一緒に飲み込むことができる、口の中で溶ける OD 錠がある。それでは、血圧とは何かについて見ていきます。血圧とは、 心臓から送り出された血液が血管の内側の壁を押す力のことを言います。主な血圧上昇の要因として心拍数が増えること、血管が縮むことが知られています。ホースから出る水のことを想像すると分かりやすいかもしれません。ホースから出る水の勢いが血圧だと思ってください。水道の蛇口を さらにひねると水が出る量が増えますよね。これが心拍数の増加です。また、ホースの先を指で押さえるとホースが狭くなり水が勢いよく外に飛び出します。これが血管が縮むと血圧が上がる理由です。血圧上昇の要因を減らすことが大切になります。 アムロジピンの作用について見ていきます。アムロジピンは血管の収縮に関わるカルシウムイオンの働きを抑えることで血管が縮むことを防ぎます。それではもう少し詳しく見ていきたいと思います。血管には血管平滑筋と呼ばれる血管を収縮させる筋肉があります。血管平滑筋の収縮はカルシウムイオンによって調節されています。 アムロジピンはカルシウムイオンの働きを抑えるので、結果的に血管が縮むことを防ぎます。アムロジピンの注意点について見ていきます。服用により血圧が下がりすぎると、ふらつき、めまいなどを起こすことがある。グレープフルーツジュースを飲むと薬が効きすぎて血圧が下がりすぎることがある。 服用により、歯茎が腫れることがある。服用により、足がむくむことがある。それでは、今回の動画のまとめです。一日一回飲むだけで、一日中、血圧を下げてくれる効果がある。一日の中の血圧の変動を少なくして、心血管病の発症リスクを減らしてくれる。 服用により血圧が下がりすぎると、ふらつき、めまいなどを起こすことがある。グレープフルーツジュースを飲むと薬が効きすぎて血圧が下がりすぎることがある。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。